ダジャレゲスがクイズ。うわー面白そう。エディです。ママです。ルカです。コトです。よし、最強クイズ集団カペリティオチャンネルです。よろしくお願いします。ということで引き続き後藤国に来ていただきます。お願いします。お願いします。まあ、あのデスガー問題ってあるじゃないですか。あるね。はい、世界一高い山はエベレストですが、うん、でデスガー問題って例えばその世界一高い山と日本一高い山みたいになっていることもありますけど、うん、普通そうだよね。それが普通よ。その答えの方の語感が似てるものがそのデスガーに繋がるものってあるあるね。あるあるある。めちゃくちゃあるね。それも、はいはい、今日はもうそういうのばっかりだし。いやそうか。そうか、そういうのって本当にたまに出るだけだから、はい、そういうのを集めようってことなんないよね。はい、そうか、集めました。なったんだな。集めたというか、なんか生み出したというかエビ天食べるときに尻尾食べる人いるじゃないですか、はい、それで丼作りましたみたいな感じな尻尾天丼みたいな、はい、まあ、若干その気はある、ね、あるよね、はい、尻尾天丼みたいな記憶だこれどういうことだ。俺わかんねえわ。はい、ということでね、全部の問題がなんたらですが、うん、なんてはなんでしょうっていう問題になってるので、うん、そのですがも含めて問題を込めるので、うん、そこであの押して正解できればプラス2ポイントさせてもらいます。当てたい。で、そこで正解でなければ問題の続きをやりますので、よしよし、そこで正解すればプラス1ポイント、うん、ってことはもう、ペナルティなし、はい、それでは早速やってみよう。はい、ではまいります。はい問題、冬になった頃によく思うことといえば、わあ手袋あったかいですが、はい、ワーテルローの戦い。そうだね。オッケー。ちょっと前半もう一回読んで、うん、冬になった頃によく思うことといえば、うん、わあ手袋あったかい。思わないな思わないな。あ、でも降りてきましたわこれ。あ、いけるいけるいける、うん、この定食屋さん行けます箸進んできた、なんか、はい、だんだん乗ってきた。一応続きをね、はい、ラスト、エルバ島を脱出したナポレオンが連合軍に敗れた戦いを何と言うでしょう、ね、はい、ワーテルローの戦い、はい、ワーテルローの戦いについてクイズで聞かれるより答えやすかったまであ、そうだね、うん、あんまり詳しくなくて歴史の詳細分かんなくても聞いたことあるなってなるからよかった。結局ね、ご同級も分かりました。これでいや、ちょっと僕この定食屋苦手かも品のいいものを食ってきたからね、そうだね。いや違う、違う、ね、ABC を取るためにはこれ必要だ。これ必要なんだ、頑張ろう。よし、食べログ1つけられるでは参ります、うん、問題、衣服を洗う際に絶対にやってはいけないことは、洗濯機にダイオキシンですが、あ、5分くらい欲しい早押しじゃないこれ、うん、ちょっとね、ゆっくりさせてほしい、はい、衣服を洗う際に絶対にやってはいけないことは、うん、洗濯機にダイオキシンですが、うん、ダメだよ、ダメだけど、うわ、来た、ケンタッキーフライドチキン。いいなぁ、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 いけますわ。はい、カーネル・サンダースによって創業された第1のテーマなんでしょうということで、そうね、はい、ケンタッキーフライドチキン、はい、正解でございます。やったー、はい、お見事ねえ、はい、絶対印象ダメですからね。ダメですよ。ねえ、ご特訓ついていくことは辛いですか。いや、今のとこちょっとまだ苦手かもいけます、大丈夫です。なんとかアジャストしてね、ドラーティをするアジャストして、表面脂っこかったな、ね、次さっぱりくるんじゃないですか、うん、はい、では参ります、はい、問題、時間が余ったおじいちゃんおばあちゃんが言うことは、それじゃあ夜かな巣鴨までですが、うわっ、え、釣りじゃやわれたな、うわー、くそー、ようこそ、ようこそ、なるほど、いらっしゃい。これ気持ちいいね回転したね、見事、見事なひらめき。いや、気持ちいいっすねはい、スリランカの首都といえばどこでしょうということで、釣りじゃやわれたんだろう、ご老人のお気持ちもちゃんと組めてね、今回は。いや、すごいね。すがま老人の街とか言われてますからね。ね、そういうところも組めて。組まなくてもいけるんですか。では、参ります。うん、問題。フェルナンド・ムスデラやルイス・スアレスが敵として登場するのはウルグアイ戦ですが。うわ、強い。呪術回転。なんでこれ強いんだよ。
アジャストしてきましたね。母音で言えば分かるっていうことだな。なるほどね。母音を読み上げると分かる。ピンを吹いてる感じだったね。ピンとまで言ってました。攻略法出したね。言ってくれちゃう。だからこれはやばいぞ、これは。はい、続いてみますと、ジョーゴやゲトウスグルが敵として登場するのはあるんでしょうか。ちゃんとパラレルとしても綺麗。すげえ。そうかそう。こういうのもちょっとあるね。腕を見せてくる。さあ、これで、よし。ご存知が一歩リード。うん、やばいよ。では、参ります。問題。戦国時代における幕府側の重要人物といえば、足利義昭がですが、はい、足利義昭。やったぞやったぞ、はいね、まあ、戦国時代における幕府側の重要人物といえば、まあ、足利義昭とか、まあね、いろいろありますよね。などなど。足利義昭ら、ね。足利義昭らだね。足利義昭などの人々ってことでしょ。まあまあそこまではいいですよ。はい、ですが、宇野昌役の第2代将軍なんでしょうね。なるほど。足利義昭らの正解でございます。足利義昭単独でね。はい、先生。そうね。インフォメーションが変な方なので。義昭らっていう人物じゃなかったもんね。黙ってんのかなと思ったら。字で見てたかったな、字で。おーっとときつかったな。問題です。コージーコーナーのケーキを食べたときに思うことといえば、コージーコーナーのケーキうめえですが、さあこの辺からだいぶ難しい。難しいね。思うけど。コージーコーナーのケーキうめえ。結構いい言葉だけどね、普通に前半、無理のない言葉だけど。いやでもない言葉を反数させられてるんだよね。そうな、いけないかな。あー、ちょっときついですね。答えたいけど、はい、じゃあもう一回読み直しますね。はい、はい、コージーコーナーのケーキを食べた時に思うことといえば、コージーコーナーのケーキうめえですが、旧ソ連の女性兵士を主人公とした今年の本屋はぁ、同志少女よ敵を撃て。あー、素晴らしい。いやでも前半がヒントになっていきました。あー、なるほど。はい、確かに確信できますからね。敵を撃てのところがちょっとあやふやだったんですけど、ケーキが出てきましたね。結構違う。同志少女と工事コーナーだいぶ違う。このくらい違うことも、でも似てるもんね、別にね。こんなに長いのが似てるんだから似てるもんな。ちょっと違くても。あ、なるほど。ダジャレっていうよりは、そのラップバトルのインフンでるくらい。あ、確かに。その感覚でいけばいけるかもね。そっちだな。インフンでると思う。では参ります。うん、問題。高村光雲やオーギュスト・ロランといえば、彫刻やる人ですが、お、京極夏彦。うわー、いやー、すげー。いいなー、いいなー、いいな。これは怪人の正解といったところが面白い。出まくりすぎて。続きを見ます。エロキズ・レイジローや中禅寺・明彦といった人物を生み出した人は誰でしょう。京極夏彦が正解でしたね。はいはいはい。か、どうしました。いや、京極夏彦かと思って噛み締めてたんですか。そうそう。いや、ピンとこねえと聞こねえな。よくわかる。全部言いまくってますからね。全部埋めて。これラップバトルで言ったらもう完成わきますから。すごいね。確かにね。では、参ります。はい、問題。沖縄で味方を裏切る悪玉といえば、敵のマングースに加勢しよったハブですが、お、はい、ラクトバチルス加勢しろたハブ。いやすごい。いやうれしいよ。すごい。なぜわかったんですか。わずかに言うなら加勢しろたハブですかね。加勢しろたハブの雰囲気が残ってたんですかね。はい、沖縄で味方を裏切る悪玉といえば、敵のマンクルースに加勢しろたハブですが、それそこがおかしい。そうですね。はい、で別名をヤクルト菌という善玉の菌は、おお、悪玉と善玉のこれ、うまいねー。だから悪玉つってたんだ。全然悪玉になる必要ないから確かに芸術点上げてくるな。なるほど。ここはね、ちょっとしたヒントにはね、悪玉、善玉かってあんねん。
無理だろう。いや、なりうるな。まだ問題。よしよしよし。まだやりたい、これは。まだやりたい。まだやりたい。答えたい。はい。では、参ります。問題。さまざまな曲のロングバージョンが初めて収録されるディスクといえば、解禁です。ロングになる CD ですが、いけるかこれ。まあ、いけなくはないと思って。そうなんです。ちょっとまだ来てない。最近です。ロングになる CD。これはかなり難問か。そうね。答えたいけど。最近です。ロングになる CD。では読み直します。はい。はい。さまざまな曲のロングバージョンが初めて収録されたディスクといえば、解禁です。ロングになる CD ですが、プレイヤーチェンジなどのね。はい。怪奇イエスどんぐり RPG。 あーなるほどね。なるほど。投げた思ったよ。RPG がつくものなんてねえよこの世にと思ってた。はい、次を見ますと、はい、プレイヤーチェンジなどのネタで人気のお笑いトリオといえば何でしょう、はい、怪奇イエスどんぐり RPG が正解でした。意外と解禁ですで切ってくれてたんで、怪奇イエスまではちゃんとなってたんだ。ロングになる CD。 そう、途中になるそう、なるって、だいぶ寄せてきて寄せてきてくれてたんですけども、なるまで RPG なのかなと思ったけど。そうか、怪奇寄せられても無理っすね。ここで問題いきます。結果発表。はい、祈ってるやん。はい、結果ですが、ももさん3点、古川さん7点、後藤君6点、リコ0点で、古川さんが最後ね、大接戦、大接戦です。後藤君とね、直接クイズの時期が被ってないので、東大王くらいしか対決することがなかったんですけど、初めてのね、ちゃんとしたこの競技的なクイズが、これが最初っていうか、なんでやねんと思いながらも、でもちょっとね、先輩の威厳もあるので、こんなクイズでもちょっとね、負けたくない気持ちだったんですけど、いやー、競って面白かったですね。後藤君がちゃんとね、アジャストしてたのが、すごかったなと思ったので、いや、勝ててよかったですけど、後藤君が強かったなという印象でしたね。面白かったです。最初の2問でどうしようと思ったんですけど、なんとかパプリキオチャンネルにアジャストできてきたかなって感じですね。早くもね、ひらめいた時の気持ちよさがパプリキオ史上1位か2位ぐらいだった気がします。あとはね、東大王の後藤くんが定食屋紹介したら私より行きつけになってしまって。意外とね。そうですね、僕が食べれる料理が出てこなかった。おかしいな、変色みたいな。そうですね、足利義昭を押し負けてしまって、あ、確かに、それ僕取ってれば後藤くん優勝してあげれたんですけど、それあるよな。まあ、星4はつけて帰ります。食べログで、食べログで星4めちゃくちゃ長い。以上、本日のハッピーピュアでした。高評価、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。名物は尻尾天丼の店。